皆さんこんにちは、バンビーです。今日もね、ランクマッチやっていくんですけど、今回は新型ゴリランダー使っていこうと思います。まあ、今回ね、使っていくゴリランダー、イカサマダイスを持ってるんですけど、このゴリランダーね、ママンボウ構築をね、破壊するために、まあ、先月、使ってたんですけど、ママンボウ構築なんか当たんないんだよね。まあ、ということで、対戦相手の希望の創生さん、よろしくお願いします。ちょっと読み方わかんないけど、まあ、今回ね、使っていくこのイカサマダイスゴリランダーは、技構成、種マシンガン、グラススライダー、テレバースト、剣舞ということで、まあ、先月、僕、グラスシード AS ゴリランダーにお熱だったんですけど、まあ、その時に、グライオにね、負けたんですよ。マモミが毒ぐらいに。で、マジかと思ったんで、なんか身代わり、粉砕したいなと思って、まあ、上から動けるんだったらね、氷テラバでもいいんですけど、まあ、身代わりね、された時まで考えて、種マシンガン入れてきました。いや、これがね、結構強いんですよね。で、まあ、最初ね、ママンボウ構築の対策として入れてたんですけど、意外とね、いろんな構築に投げてっても強かったんで、ディンルーゴリランダー神とかでいいかな。まあ、ちなみに、まあ、相手多分初手、オガポンか、まあ、初手、パオジャンか、初手、ウーラオスなんですけど、テラス切っていいな。切っていいんだけど、切らなくてもいいな。これすごいことが起きてる。切ってもいいし、切らなくてもいい。どっちにしようかな。切ってもいいし、ディンルーから来るか。まあ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 、きついですよ、ディンルーは。まあ一番きついと言っても、過言ではない。ただ、いいでしょう。相手カイルいなかったよね。うん、だから、まあきついけど、ステロマキ、はい、カタスト、はい。まあ今回僕カタストないんで、まあちょっと、相手のディンルーがきついけど、まあゴリランダーに全てね、全て破壊してもらう。このゴリランダーね、まあ元々の剣舞グラススライダーの縛り性能に加えて、なんか受けも破壊できるみたいな感じになって、まあ耐久ポケモンか、に対してね、破壊する力も持ってるんで、まあそこはね、だいぶ強いかなと思ってます。ここはまあ厳しいで。はい、カタストロフィー連打。カタストロフィー連打か。どうしよっかな。なんか巻きびし任せてくれんなら巻きびし巻きまくろうかなとか思ったりもするんだけど、どうしようかな。相手ステロ分かないのか、逆に。だったら、どうしようかな。分からないんだよな、相手の型が。でも、カタストロフィーがあるんだよな。まあ、飛ばそうかな。さすがに。うん。だったら負けにしちゃった。これ、相手あれだな。ステロ系じゃなくて、カタストテラバーストみたいな対面人数だな、多分。だって、ステロ分かない理由、なさすぎて、今、困惑してるもん。なんかめっちゃ、でも、倒せないやつなんていないもんね。ウラウス、オッケーオッケーオッケー。全然いい、全然いい、全然いい。ドレインパンチで、回復されるのが、まあ、非常に嫌なんで、まあ、ここは神投げます。で、神投げて、相手の一撃ウラウスのタスキだけケアしつつ、タスキ回復か、ドレインパンチのタスキ回復だけケアしつついきます。まあ、暗黒強打されたらされたで、いいです。いいです、かっこよくない。いいです、かっこよくない。いいです、かっこよくないけど、俺は知ってる。この、ディン一撃ウーラを使ってたものとして、相手はね、ここね、そうなんだよ、ドレインパンチ押すんだよ。これ知ってる。知ってるとさせていただきます。で、ここは、まあ、ゴテラなんだろうなって、思いつつもムーフォースを押します。不意打ち大量うん、オッケー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 。一撃ウーラを倒していく。まあでも確かに、ここ身代わりとかまで考えると、ゴテラ切れないんだよね。うん、まあ、切れないな。さすがに切れない。俺、身代わりあったら今、身代わり押してるもん、テラスポイントだから。で、相手はここでテラスタルを切ってくれます。痛み分けでいいんですよ。これでもな、この選手ね、強いんだよな。ディンルーってやっぱ体力が高いんで、しっかりと痛み分けして、いや、これね、イカサマダイス生きないかもな。いや、生きなくても腐んないんですよ。これがやっぱゴリランダのいいなと思ってるところで、まあでも技構成的に、鋼への打点がないんですよね。草技、氷技なんで。なんで、まあ、カイル見ても投げれるけど、サーフモとオーガポ見たら俺はあんま投げない。やっぱフェアリーテラスだよね。カタストテラバ地震。カタストテラバ地震じわれカタストテラバー。カタストテラバー。カタストロフィーテラバースト。何見た俺。カタストしか見てないか。カタストテラバー。オッケーオッケーオッケー。痛み、なんか全部が刺さってる。俺の選出した全てのポケモンたちが刺さっている。で、しかもこれ、耐えます。全てが刺さっている。なんならもうディンルーがいらないからね。はい、自信。耐えます。うん。で痛みを分けて。小橋ないのかな。あと1個が何なのか気になるけど、これ対面、あー飛ばしか、はいはいはい、飛ばしか。ゴリランダー来んな、ゴリランダーマジで来んな、マジ来んな、これやら来んな、来んな、来んな、オッケー。最近運がいい、いいよいいよいいよ。いやゴリランダーはね最後展開したいから、ここはね、いや巻き菱でいいな。テラバースト、はい、巻き菱巻きまくって。いやこれね強い、なんかディンルも耐えるし、お前なんかすごいぞディンル、神。いやなんか最近お前らを使ってあげれてなかったことが本当に寂しい、寂しかった俺は。これは浮気ではございません、寂しかった本当に。まあ自信打つか、はい、テラバースト。神でもムーンス打っちゃっていいのかな。いやでも剣舞1回ぐらい許し、でも相手がカタストロフィー打ってきたら打ってきたでいいし、グラスフィールドで回復されても問題ないから、ゴリランダー投げて剣舞しよう。で剣舞して種マシンガンで落とす。まあ、種マシンガン打ってもいいんだけどな。でも、まあ、カタストロフィーなんで剣舞します。チュンチュンチュンと剣舞して、でこれねグラスシートじゃないんで剣舞に見えないっていうのもあるんだよね。そうそうそう、グラスシードだったら多分相手吹き飛ばし安定なんだけど、グラスシードなんで剣舞じゃなくていい、あ剣舞に見えない、てかまあいないと思うんだよね、グラスシード以外の剣舞って。でこの種マシンガンでイカサマダイスをしっかりと発揮して落として、で今回の神は最速なんで残しておいたって感じですね。まあ最速じゃなかったら神から入って削りでよかったけど、神が最速なんで、まあこっから負けんのが一応相手のなんかパオジアンの不意打ちが急所だったり、あとなんだ、なんかまあ負けないか。で多分剣舞グラスラじゃこれ落とせないんですよ。ただまあランスだと思うんだけど、種マシンガンね、やっぱイカサマダイスっていうアイテムが軽く出せるんでノーデメリット、まあアイテム固定っていうデメリットあるけど、まあそこ偉いですね。うんでもちろんママンぐらいにもまあ有利つく、さすがに有利つきます。まあ包みに通る先制技なのがいいよね、つぶてとかアンコールと違って。待って、やばい、唯一か一番負けるやつ来た。まじまず来た、これまじまず来たな。だって一番まずいの来た、本当にやばいの来たな。やばい、これ待って、一番まずいの来た。いや待って、ブリジュラスはさディンルリには投げないからもうその理論を貫いてたんだけど、待って、これでも何なんだ。いや俺種マシンガン打たない方がいいと思うんだよね。一回いろいろ考えてグラススライダーでいく。これ持久力だった場合、あ、そうだね。いや、絶対これでよかった。理由があって、こっからゴリランダーを倒してくる場合っていうのが、まあ、流星群打たせる。だから特殊型なんで、流星群、ラスターカノンみたいなアタッカーのやつ。落ちんの？うわ！じゃ、グラスラじゃダメだった。でも落ちるな、待って、なんで落ちてんの？なんで落ちてんだよ、おい何やってんだよ、おい落ち、おい、待って、グラスラフェアリテラスムーフォで勝ってたのに。で持久力の場合は上から動けるんですよ、 AS だから。だから技選択にプレミアなくて、なんかブリジュラスの型を全て考えた結果、多分グラスラで、相手の B を上げすぎない、で持久力だったらテラバースト氷打ってムーンフォースで締めるみたいな考えてたんですよね、ちゃんと。ちょっと頼むマジで。待ってお願い落として、お願いお願いします。いやお願いします。流星群だったらよかったんです。だから俺はグラスラ打ったのに。お願いします、羽ばたく神様、一生ついていきます。ゼラー、よしよし、ありがとうございました。危ねえ、耐えるよねさすがに、急所なくてもさすがに耐えてるでしょ、なんてたってゴリランダーだからね。ということで対戦相手の希望の創生さん、ありがとうございました。それでは2試合目の方へどうぞ。はい、対戦相手の方が見つかりました。対戦よろしくお願いいたします。で、これね、まあ、イルカマンと、アメ構築でね、先月10、いや、10ないんじゃねえな、2桁の人はいたんですけど、だからイルカマン久しぶりに見たような気がするけど、エルフンの動画撮ってる時に当たったな。まあ、とりあえず選出なんですけど、まあ、ゴリランダーね。まあ、ブリジュラする時あんま投げたくなかったんだけど、とはいえ刺さってるんですよね。いやもう、もはや初手、ハバタック神弱いよな。でもね、ディンルーは、いや、ハバ神でいこう。ハバ神、ゴリランダー、海竜とかでいくじゃあ。これでいきますか。対戦相手の方よろしくお願いいたします。まあ、ディンルーって、まあ、初手のブリジュラス来させないんですよ。まあ、言ってたけど、まあ、さっき来たんだけど、まあ、ディンルーに対して、ステロ系の初手のブリジュラスって投げるのめちゃめちゃ弱いんですよね。なので、多分、ブリジュラスは初手に来ない。ってなると、まあ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 、何をするかわからない奴が来たけども、え、お前ステロ巻いてくんの？まあ、空やぶしても、ハバ神は、おい、イカサマダイスタネガン痛いじゃないか。でも甘えるすんの弱いんだよな。いや、まあ甘えるか。てか、初手甘える神って基本的にあんまりやらないんですけど、いや、大丈夫だよね。シェルアーマーだよね。夢特性。甘えて、なんかゴリランダーなんか全て貫けるような気はしてるんだけど、自信、はい。自信なら素だえしてたよね。オッケー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 。まあ、ムーフォ打って、まあ甘える痛みしてもいいけど、なんか急所とか考えて、まあ、攻撃していった方が強いんじゃないかなっていうところで、一旦ムーンフォース打ちます。まあ、ちなみにね、僕、ドダイトス結構強いと思ってんだよな。殻を破るした後に、まあ、神とかにも弱くないし、ウーラオスの、まあ、ドクテラスとかまで考えて、まあ、地震で倒せるし、まあ、ブリジュラスとかにも強めだし、なんか、イカサマダイスロックブラストでカイルにも打点あるしっていうところで、なんか意外とね、結構強そうだなーなんて思ったりもしています。はい、ペリッパー。これ勝ったね、ゴリランダーで。まあ、ゴリランダーで勝ったでしょう。はい。まあ、ペリイルカでしょ？うん。これはね、ゴリランダーでもらいましたね。はい。え？いやいや、さすがに落ちるでしょ。いや、でも待って待って。俺なんか半分、なんか耐え調整、と言わんばかりの。え、でもさ、え、待って待って。相手初手イルカマン来てなくね？イルカマン忘れがちだけど、なんか最初弱いよね。最初弱いイルカマン来るから、落ちない。え、でもこれトンボ狩りされちゃうのか。あ、トンボイルカマンだし、ペリッパーステイされちゃうのか。まあまあまあいいか。まあいいということにしましょう。で、まあ雨は嬉しくないんだけど、こういうね、ブリジュラスなんだ。待って、ちょっとまずいぞ、ブリジュラスは。まあちょっと持久力考えて、一旦痛みを分けとこう。まあこれ、ムーンフォースの削りのがでかいような気はするんだけど、まあ持久力を発動させてしまった場合、海流の地震が通らなくなる。とか、まあいろいろ嫌なんで、とか、ブリジュラス来んのか。まあまあまあ、でも相手ディンルー重くないからね。ドダイトスから入ってるからね。まあ今回ディンルードクテラスなんだけど、これでもワンパンできる技ないでしょ。オッケー、ラスカは耐えるよ。うん、ラスカは耐えるから、D ダウン、これで耐えなくなった。まあ、ここはでももうムーンフォでいいな。でも、ラスターカノンで、まあ、ムーンフォース打って、持久力でも、まあ、ギリギリなんとかなるんじゃない？直帰。まあ、ギリギリなんとかなるな。エレクトロビーム、そうだよね。いや、これね、D ダウンしてなければ、もう一回痛み分けで、相手の C を上げなければいいかな、みたいな考え方ができたんですけど、まあ、D ダウンしたんで多分痛み分けしてもエレクトロビーム耐えなかったと思うんで、まあ、多分ムーンフォースが正解で、まあ、甘える神でだいぶ荒らせたな。まあ、相手もね、甘える神が多分初手に来るとは思ってなかったと思うんですけど、で、ここで、まあ、ステラーか、裏のゴリランダーに氷テラスを切る可能性、いや、まあ、ないな。まあ、テラス自身でいいかな。テラス自身打って、ブリジュラスが、まあ、ステラ流星とか嫌ったんだけど、ステラ流星とかで、まあ、海流どうなんだろうね。プラス1流星君ぐらい、まあ、正直耐えそうだったけど。うん、相手も照らす。はいはいはい。まあまあ、これは全然いい。これで、ステラか、神速が通るか、みたいな、照らすになるから、これで、こっちも照らす切って地震打つことで、まあ、地震神速は絶対通せるから、ステラなら地震が抜群、ステラじゃないなら、まあ、5テラか。5テラだけちょっと嫌だったけど、まあ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 。グラスラがね、当倍で通るようになるんで、ゴリランダーの詰めルートが、しっかりと確保されてると。で、あとは、まあ、草タイプ最強決めようぜっていう話なんだけど、まあ、タイプ相性的に負けないでしょ。はい、ラスターかな。そっちか。はいはいはい。直帰だよね、さすがに。硬いね。硬いぞ。ちょっと硬すぎるぞ。まあ、神速で。これ倒すのは相手流星群打たなきゃいけないから、その場合、剣舞して、ボディープレスか。まあ、ボディープレスだけちょっと、嫌だけど、まあ、グラスラ圏内だから倒されてもいいや。はい、ボディープレスで、これで倒されるけど、まあ、こっからは、イカサマダイスゴリランダーが3立てしてくれるんじゃないかな。うん。まあ、これはね、まあ、グラスラ打って裏目があるか、ないし、まあ、基本的に直帰だから、まあ、ゴリランダーの方が早いと思うけど、まあ、種マシンガン打つ理由はないんだよね。これ絶対落ちるから。で、まあ、グラスラ打った時に、裏に引かれて裏目があるかを考えるけどないんで、まあ、グラスラでいきましょう。まあ、テラバーストは腐っちゃってるけど、まあ、打つとして、ドダイトスぐらいだったから、でさ、ドダイトスってさ、カウンターとかあんのかな。まあまあまあ、どうなんだろう。あった場合、相手カウンターでワンチャン勝てるみたいな話があるんだけど、まあ、今回イカサマダイスだから無理なんだけど、カウンターとか覚えんのかな。さすがに覚えないか。覚える見た目はしてないもんね。なんか、林亀使ってる人がさ、レート2000に乗ったっていう話は聞いたんだけど、まあまあ、草タイプ最強かっこね、相手もテラス切ってるんで、これは、剣舞する必要はないな。なんかの巻き筋生んだら嫌なんで、まあ、イカサマダイス種マシンガン打って、はい、上から通る。硬っ。に、なんか硬くね？剣舞した方がよかった？打点ないかな？し、4回、大丈夫だよな。呪い！待てよ。呪い。耐えられる、残飯。お前知ってるの？俺シェルアーマーだから。待って、冷静に考えろ。種マシンガンでいけるよな。待って、でも、さっきのダメージがあんだけ入ってる。相手が呪い積んでくる、当倍、2倍でしょ。だから、2倍。だったら剣舞種マシンガンでいいか。グラスフィールドも枯れないもんね。これ多分、剣舞種マシンガンでいいわ。危ねえ、最初から剣舞でよかった。これ、HB だな。光合成、危ない。待って、ワンチャンまずい。光合成か。ここ、当倍だよね。いや、違うわ、当倍じゃない。1個上。1個上だから、種マシンガンで多分いける。いけるよ。いける、オッケー、危ねえ。あ、これちょっと生きてるぞ。イカサマダイス。危ねえ、そんなんがあるんだ。いや、なんか見たな、なんか強者の人が、なんかね、ツイッター界隈でドダイトスがちょっと燃えかけてる時があったんだよね。まあ、相手急所当てるしかないもんね。危ねえ。あ、急所出てきた危ない、ドダイトスにまくられるとこだった。なんかね、その、強者の人がなんかね、ドダイトス強いと思ってるみたいなツイートで、なんか呪い、シェルアーマーで絶対急所に当たらなくさせて、まあ、初手から出すようなポケモンじゃないような気がするけど、なんか意表をつくみたいなね、話をしてたんですけど、これ危なかったな。なんか、俺が変な方の土台術使ってたから、イカサマダイスってやっぱ火力出せるのがすごいね。まあ、今回4回だったけど、4回でもなんかダメージすごいし、草技って高火力出すにはパワーウィップか、まあ、ウッドハンマーか、みたいな、なんかその、リスクを負わなきゃいけないんだけど、種マシンガンのイカサマダイスはやっぱ、キノガッサもそうだけど、偉いですね。危なかった。なんか最近ね、めちゃめちゃ運が良くて、結構ランクマッチ勝って、ランクマッチ勝ってるって言ったらいつも勝ってるんだけど、先制で打てないもんね。種マシンガンでいいね。最近ね、マイナーに負けるんだよね。うん、一家ネズミに負けたり、なんかコーチクのラティラティ両選出にこの間負けたりとか、なんかマイナーに勝てないところがあるからね、しっかりとね、取りこぼさないでよかったです。対戦相手の方、ありがとうございました。まあ、ということでね、今回は、まあ、本当はね、ママンボウコーチク破壊するために、まあ、エルフンは無理なんだけど、エルフンってママンボウコーチクにあんまいないから、ママンボウ構築を破壊するために、剣舞で、グライオンの身代わりとかも貫通できるようにイカサマダイス種ガンで使ってたけど、結構ね、普通の構築に対しても、まあ、オーガポンとサーフを見たら投げないんだけど、まあ、だからそのサイクル破壊兵器とかにはなってくれるんで、まあ、よかったらね、使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。